はじめまして、ひろぼうです。今日は自作ルアーのペンシルとサーフェイスを紹介したいと思います。10年以上前に作ったのでいい感じに味が出てきてると思います。あまりうまくないですがよろしくお願いします。まずはザラが好きなのでザラより大きいモデルを作ってみました。ソリザラと比べると大きさはこれぐらい、約 12.5 センチぐらいの長さになります。で、ウェイトがだいたい29グラムぐらいなので、まあ、1オンスがだいたい 28.3 グラムやから、まあだいたい1オンスぐらいのウェイトになります。それでは水中姿勢の方がドボーン、まあこんな感じで、最初ラインをつけるアイを、まあこのど真ん中にしてたんですけど、ファーストザラみたいに、でも反りみたいにちょっと後で修正して下の方につけてみました。こんな感じです。次はサーフェイス200番をお手本にして作ってみました。シャンプーハットで、まあ、水をこうチャッチャッチャッと水しぶきを立ててくれるんで、すごい気に入ってるルアーの一つです。でこちらの方も大きさはだいたい12センチから13センチの間ぐらい でウェイトがドーン、だいたい 23g ぐらいなので、まあ、4分の3オンスと1オンスの間ぐらいのウェイトになります。それでは水中姿勢はこんな感じ、 水上姿勢はこんな感じです。ドボーン、だいたい平行に浮きます。でこのルアーの思い出は、早朝川の釣りで岬のちょっと向こうに投げて、まあちょっと流れに流しながらこうジャッジャッジャッとやってると52センチが釣れた思い出があります。よく頑張ってくれました。次はサーフェイスの210、通称通点ですね。でこれも結構好きで投げてまして、今年ダムの方でだいたい貯水率が 97% ぐらいなんですが、お盆の時に2週間ぐらい雨が降ってなくて、貯水率が 92% ぐらいだったと思いますね。で水面がその 97% の時より1メートルぐらい下がってて、まあ、水面とウィードの間がそんななかったので、この子を選択して投げてたら、初の60、口閉じお開きで 60.5 のバスが食いついてきてくれました。すごく嬉しかったです。カラーは L のカラーをちょっと見せて作ってみました。この子は、サーフェイス200と通点の間ぐらいの大きさで、ジョイントに大きさはこんな感じですかね。でジョイントにしてみました。
このジョイントの部分がやっぱりちょっと難しくて手こずったところですかね。でこの子のウェイトが22g なんで、だいたいまあ4分の3オンスぐらいです。で水中姿勢はドボーン、まあシャンプーハットのこの重りの部分で首が下がってくれて、アクションするとカタカタこういう音が鳴って、ちょっとアピールが欲しい時に使います。で次はフックの取り付け方なんですけど、この子はカップの古いタイプの取り付け方の作り方を参考にして作ってみました。でこの子は、2ピースの取り付け方ですね。この子も2ピースの取り付け方で、この子はまあ今風な1ピースの取り付け方で雰囲気を変えてたりもします。今日はこんな感じで4つのルアーを紹介させてもらいました。ご視聴おおきに。